チャールズ・チャック・コルソンは、アメリカ合衆国のキリスト教右派指導者、キリスト教伝導者、評論家、作家。1969年から1973年まで、リチャード・ニクソン大統領の特別補佐官を務め、ウォーターゲート事件を発端とする一連の事件で、有罪となり収監されたことで知られる。1974年にウォーターゲート事件への関与により、 大陪審に起訴された七人の大統領側近の一人であり、事件に直接関わる不法侵入や隠蔽工作では有罪を免れたものの、他の審理に関する司法妨害で有罪を認めた。1973年にキリスト教に改審した後、一から三年の実刑判決を受け、アラバマ州マクスウェル刑務所に七ヶ月間服役した。ご反省は、 刑務所の処遇や法制度を運動対象とした非営利の協約者組織プリズンフェローシップの設立とその活動に捧げられた。講演や作家活動の他同団体のキリスト教世界観を広めるメディアとしてミルバーフォースフォーラムを創設して代表を務め自身のラジオ番組ブレイクポイントコメンタリーを放送した。またプリズンフェローシップは ジャスティスフェローシップを窓口に司法改革に関する働きかけも実施した。15の名誉博士号を持ち、1993年には宗教関連で活躍した人物に贈られるテンプルトン賞を授与されている。同賞は高額の賞金で知られるが、コルソンは自身の活動報酬と同様、これをプリズンフェローシップの資金とした。早くに父を亡くし、 働きつつ夜間学校に通っていた父ウェンデル・コルソンと、本邦で浪費癖のある母、イネスの間の一人息子として生まれる。当時家庭は、ボストン北部の貧しい地域にあったが、父ウェンデルは大教皇の期間も安定した職を得ていたため、コルソン家の家計は安泰だった。ウェンデル・コルソンは結婚後も夜学に通い、12年間の学習を経て放送及び会計士の資格を、 取得している。教育を重視した両親は、転居などで、いくつかの学校を経た後、1942年からは、ケンブリッジの有名私立校、ブラウンニコルズに、チャールズを通わせることを決定。第二次世界大戦中であったこの年、11歳のコルソンは、アメリカ陸軍に、ジープ購入資金を送るための募金キャンペーンを組織し、地元紙に取り上げられている。 コルソンはこの頃から夏季のアルバイトをして学費の家計への負担を助けていたと回想しているが、両親は高額の学費を払いつつ、学年の進んだチャールズに自動車を与えることなどもあった。学校では弁論や学校新聞の編集で高い評価を得、校舎では広告掲載などにより1946年から1947年の学年で、 それまでの3倍となる1500ドルの収益を上げるなど、差異を見せた。また1948年には、当時のマサチューセッツ州知事、ロバート・ブラッドフォード再選キャンペーンに参加した。ブラウンニコルズ卒業の1949年には、ハーバード大学の奨学金を得て、同学に進むか、海軍予備役商工課程の奨学金を得て、ブラウン大学へ進学するかを、 奨学金の条件や学校環境などから検討し、父親が体調不良により水産会社副社長の職を失ったことなどもあり、より有利で心情に沿った判断として校舎の道を選択した。1953年に学士を取得。1959年にジョージ・ワシントン大学において法学博士を取得。 また1953年から1955年にかけては海兵隊で兵役につき単位まで昇進、引き続き1956年にかけて海軍実艦保護佐官を務めた。1960年のマサチューセッツ州、選出共和党員、レベレット・サルトンストールの連邦上院選挙運動で活動し、1956年から1961年までは、 同議員の行政補佐官を務めている。1961年には法律事務所、コルソンモーリンを開設。事務所は、前の証券取引委員会委員長、エドワード・ガズビー及び、軍需企業冷静音社の前の法律顧問、ポール・ハンナの参加によりボストン及び、ワシントン DC で急速に成長。1967年には、名称をガズビーハンナと改めている。 コルソンは1969年1月、ホワイトハウスのリチャード・ニクソンへ合流するために、事務所を離れた。1953年に結婚し3時を設けるも、コルソンは、政治と仕事にのめり込み家庭を顧り見ず、過度の飲酒や職場の同僚との不倫によって、結婚生活は破綻し、別居を経て1964年に離婚、同年に、不倫相手であった。 アイルランド系カトリックの女性と再婚した。この時コルソンは離婚がカトリック信仰と相入れないことを知り、カトリック式ではない簡略な式を挙げた。後年には結婚に問題を抱える者に対し離婚の回避を強く訴えるようになっている。1968年、大統領候補であったリチャード・ニクソンの重要、自公委員会の顧問を務めた後、 1969年11月6日に新大統領ニクソンの特別顧問に任じられた。職務はホワイトハウスの政策決定プロセスに有力な利益団体を招き、様々な論点に関して彼らの指示を取り付けることであった。コルソンのオフィスは大統領の障害部として機能し、労働組合、退役軍人、農家、資源保護論者、産業組織、市民組織など、 政権に同調するほとんどあらゆるロビー団体との交渉を行う場となり、コルソンは大統領との会見や情報提供を行うことでホワイトハウスの窓口を拡大していった。こうした障害活動に加え、コルソンは特定の問題に関する法的な論点の指摘や大統領の職務についての助言、招待客リストの提案など大統領の命により、 様々な任務を行っている。この中には、弾道弾迎撃ミサイル配備、ベトナム化計画、所得再分配案など、政権の重要事項に関するロビー活動も、含まれていた。中流階級下層という出身やきつい労働に、従事した境遇を持つコルソンとニクソンは、権力の中枢にありながらもエリートを嫌悪しており、東海岸のリベラルな空気にも馴染めず、 こうした互いに通ずる点のあった二人はほとんど不死のような強い中体で結ばれることとなる。コルソンはニクソン大統領の資格として知られるようになり、スレート氏の記者デイビッド・クロッツは彼をニクソン配下の難し屋で邪悪な政権の悪魔的天才であったと評している。コルソンは自身について職務の遂行に関しては無慈悲になろうとしていたため、 大統領にとって価値ある存在であったと自ら記している。しかしながらこうした評価も、ローリングストーン氏の記者ハンター、トンプソンの文章に描写されたコルソンの姿などと比較すると上品なものである。コルソンは1971年のニクソンの主要な政治的対立者を列挙したメモを作成しており、これは後に、いわゆるニクソンの性的リストとして知られるようになるものである。 またコルソンは必要とあらば自分の祖母さえ踏みつけるであろうと言われこれはコルソンはニクソンを再選させるためならば自分の祖母さえ踏みつけにするであろうというものへと変化していくまたデービット・プロッツによればコルソンは反戦デモを抑え込むために全米トラック運転仕組み合の暴力集団を雇おうとしておりさらにブルッキングス研究所を焼き打ちにし消火活動に紛れて 重要資料を盗み出すことを提案している。2004年の映画 Going Up River では、コルソンが、この時期、1969年4月に、ジョン・ケリーの反戦運動を批判する際の肉声を聞くことができる。この時のコルソンの要求は、若いデマゴーグが新たなラルフネーダーになる前に打つ、ことであった。また、1971年4月28日の、 大統領ニクソンとの電話では、コルソンは、このケリーという輩は、全くのペテンシだと判明しておりますなどの発言が記録されている。コルソンも参加した、大統領再選委員会は1971年3月21日、民主党に対する、情報活動に25万ドルを投入することを決定。コルソンとジョン・アー・リックマンは、エドワード・ハワード・ハントを、いわゆる、 円観光と呼ばれる特別調査ユニットに推薦。円観光は本来ニクソン政権の情報漏洩に対処するために組織された秘密工作グループであったが、1971年9月、ハントの主導により、ペンタゴンペーパーズを漏洩したダニエル・エルズバーグのかかっている精神会議への侵入事件を起こした。ペンタゴンペーパーズは、 ベトナム戦争反対の世論に寄与するものであったため、コルソンはエルズバーグの医療情報を暴露してその人格を落とすことが反戦運動への不信をもたらすものと期待していた。コルソンは侵入計画を組織したことは否定しているものの FBI のエルズバーグに関する秘密ファイルを流出させたことは認めている。コルソンは1973年3月10日にホワイトハウスを辞して ワシントン DC の法律事務所、コルゾンシャピロのシニアパートナーとして、市政の法律業務を行う立場に戻った後、1974年3月1日に、ウォーターゲートビル侵入事件のもみ消し工作に、加担した疑いで起訴された。逮捕を控えていた時、ビリー・グラハムの電動集会で会心した友人で、軍需生産大手のレーセオン社会長、 トマス・フィリップスから送られた CS ・ルイスのキリスト教の聖図意味やクリスチャニティを読み、これをきっかけに福音派のキリスト教徒となった。コルソンの回想によれば、フィリップスはコルソンにイエス・キリストを受け入れた証をし、コルソンのために祈った。その時、何かが私の中に流れ込んできたのを感じたが、まだキリストを受け入れなかった。放送であったコルソンはルイスが説く。 道徳律の普遍性、一貫性に神の存在を監督し、カトリックの妻と初めて神について話し合った。コルソンは、ルイスの本の中心課題、イエス・キリストは神であるに圧倒され、一週間後の1973年8月12日メイン集の、海辺で、主イエス様、あなたを信じます。あなたを受け入れます。どうか私の生涯にお入りくださいという会心の、 祈りをして、キリスト者となった。コルソンは、この経験を会心の契機を与えたフィリップスに、書き送り、その後性的であったハロルド・ヒューズや軍備管理、国際安全保障担当国務次官のカーチ・スタールラと、キリストにある兄弟として、信仰を深めていった。コルソンはこの年の12月、ホワイトハウスで、定期的に持たれていた朝の祈祷会で、ヒューズに、 コルソンを最も憎んでいたと告白され、共に祈ったことを印象深いこととして記している。また、その日のホワイトハウスの記者会見で初めて、コルソンがホワイトハウスで祈りを捧げていることが明かされ、報道関係者の驚きを読んだ。この時代のザーは、すでに職を辞したコルソンが、政権中枢で、その種の行為を行うことの問題を指摘したが、報道官、 ジェリー・オレンは問題視していないとの見解を示している。これをきっかけに、メディアは、コルソンの回信を大きく報じるようになり、ニューズウィーク氏、タイム氏や、ビレッジボイスをはじめとした各種はこれを額面通りには、受け取らず、コルソンが逮捕を前に罪状を軽減するために打った、策であると批判している。一方、コルソンの回送録によれば、UPI 通信社が配信した記事を含め回信に、 ついて、好意的な報道をした記者も数名であるが、存在していた。弁護団の助言により、逮捕後のコルソンは、初期から憲法修正第5条に依拠して、審問に対処していたが、真実に従順でありたいという希望と、無実と信ずる罪状での有罪判決を回避、したいという望みの間で苦しむこととなった。そして祈りや、相談の結果、コルソンは弁護団に対し、 自らの容疑は認めないものの異なる罪状で、有罪を認めるという提案を行った。この際、ウォーターゲート事件特別検察官、レオン・ジャウールスキーは、コルソンに対し同事件関連の経済について、有罪を認めれば、習慣を免れるよう働きかけるとの取引を提案したが、コルソン自身はこれに応じず逆に、ジャオールスキーに取引を提案した。これは、 ウォーターゲート事件に直接関与した権議ではなく、ペンタゴンペーパーズ漏洩事件の被告、ダニエル・エルズバーグの名誉毀損工作を試みた件について、司法妨害での有罪を認めるというもので、さらに習慣の回避は、絶対条件ではないとした。ジャオルスキー及びハンジ・ゲルハルト・ゲゼルとの交渉の後、コルソンは、エルズバーグの人物像を貶めて、 バ信の心象に影響を与えようとしたとする司法妨害について有罪を認めた。ゲゼルはこれを受け、連邦法が許す最長期間の習慣を判決とした。ジャーナリストのカール・ロー・ワンはこの年の6月10日のコラムにおいて、この出来事は判事がコルソンに対する罪状を退けることを発言していた、折りぬことであり、コルソンはニクソンに甚だしく不利な情報を、 暴露しようとしていたのではないかと憶測している。この推理については、コラムニストのクラーク・モレンホフも同様の見方をしており、モレンホフは、コルソンが結果的に重大な承認となることを回避したことは、その改心の申請性に疑いを招くものであるとも指摘している。1974年6月21日、コルソンは1年から3年の不定期刑及び、 過量五5000ドルを課され、これを受けて、ワシントンの放送会から除名、バージニア州及びマサチューセッツ州でも、放送資格が剥奪されるものと期待された。コルソンは、アラバマ州マクスウェル刑務所で7ヶ月服役、この間フォートホラバード駐屯地で複数回証言に立っている。週刊は百七十四年七月九日で百七十五年一月十一日に、 早期釈放されており、これは判決を定めた判事ゲゼルが家族の事情を釈了したためである。ゲゼルが釈放を命じた時点で、コルソンは週刊中のウォーターゲート関連被疑者の最後のグループになっており、彼以外にはジョージ・ゴードン・リディが残るのみとなっていた。エジル・クロウはコルソン週刊前に釈放、ジョン・ディーン。 デブ・マグルーダー・ハーバート・カームバックは1975年1月に、ジョン・ジェイ・シリカ連邦判事によって釈放されていたためで、ある。なお、ケゼルは、釈放に際して、家族の事情を明言していないが、コルソンの改装録によれば、これは、最初の妻との息子のうち当時大学生であった一人が、転売を目的にマリファナを購入した角で、サウスカロライナ州で逮捕されたことである。 刑務所で過ごす間に、コルソンは服役囚への不公正な扱いや、公正教育の至らなさを感じるようになり、また父親の葬儀で一時出所を許可されたおり、弁護士であった父親が刑務所の改革に関心を持っていたことを知り、囚人のための協約者組織を作り、司法制度改革のために行動することが、神の証明であるとの確信を深めるようになった。また獄中で、 大学生電動体ナビゲーターが発行するキリスト教僧書弟子としての設計図デザインフォーディサイプルシップを渡され、これに導かれてヘブル書2時16分 -18 を繰り返し読む、うちに三位一体の神が現実の存在となり、精霊に満たされるという精霊体験をしたと改装している。コルソンは釈放後プリズンフェローシップを設立。彼が閉じ込めと放置と呼ぶ。 倉庫業のような刑罰システムを別視し、アメリカ合衆国の服役修行制と刑務所制度の改革を訴える活動を行った。エリザベスモーガンの釈放運動や信仰に基づく刑務所、すなわちそこへの習慣を希望する囚人からなる刑務所の創設への活動を行った。著作による収入は全額プリズンフェローシップの資金となった。 また自身の改心と服役を主題として1975年に改想六本がゲインを観光。1978年にはコルソン役にディーン・ジョーンズ、2番目の妻役にアンヌ・フランシス、本人役でハロル・ゾ・ヒューズなどが出演した同名の映画に本案された。また多くのメディアを用いキリスト教福音派の世界観から時事問題を論じた。 コルソンの視点は、福音派キリスト教を政治的保守として解釈した典型的なものである。例えば、クリスチャニティトゥデイガミクリスチャニティトゥデイのコラムでは、同性結婚に反対し、ダーウィニズムはキリスト教への攻撃に用いられていると主張している。また、インテリジェントデザイン論を支持し、ダーウィニズムは、優勢学に基づく不妊の強制につながると述べている。また、コルソンは、 ポストモダニズム社会への協会の応答であるエマージングチャーチムーブメントに激しい批判を行ってきたことで知られ文化の観点から見ればポストモダニズムはキリスト教の伝統とは相入れないものとしている社会変化に対して福音派教会が取るべき応答についてブライアン・マクラーレンなどエマージングチャーチの一派とされるポスト福音主義の論者と議論を戦わせているが一方では 福音主義に基づく環境保護を特得難しいスレースの著作を指示、論争的な主題であるクリエーションケアに言及し、これに同調するなどしている。2012年3月30日、会議での発言中に病に倒れ、血の塊を取り除くための脳の手術を受けた。2012年4月21日、脳出血による合併症のために死去。80歳没以下は、 コレソンが執筆あるいは参加した著作の一部。ありがとうございます。